はい、みちゃまです。今日はですね、ちょっとね、趣旨を変えて子供たちにね、僕からね、少しね、メッセージをね、送る、そんな動画にしていきたいと思います。というのもですね、まあ本当に今はね、緊急事態宣言とかコロナとかね、まあいろんなね、ことが重なっていて、なかなかね、子供たちからしたらね、思ったことができない、そんなようなね、時代だなと思います。なのでね、結構本当に心が折れてしまうことが非常に多いと思います。なので、普段ね、まあこのチャンネルは、お父さんお母さんたちがたくさん見てくださっているチャンネルにはなるんですが、今日はですね、特別というかね、子供向けにお話をしていきます。なのでもしですよ、お父さんお母さんたちがこの内容をね、まあ、見てくださっていたら、ぜひね、今日僕がお伝えする内容をお父さんお母さんの言葉に少しね、いろいろ変えていただいて、まあ、似たようなニュアンスでですね、子供たちにね、まあ、ある意味エールみたいなのをね、送っていただけるといいかと思います。はい、じゃあまず最初にですね、今の状況からちょっとお話ししていきます。本当にね、僕も普段からね、いろいろね、YouTube のコメント欄を見たりとかね、まあメールとか LINE とかでいろんなね、方たちとこうやり取りをね、させていただいております。まあほとんどがね、お父さんお母さんたちで、まあ一部子供たちっていうような状況なんですが、まあお父さんお母さんたちからね、いろいろ状況を聞くとですね、まあ結構今ね、子供たちがね、心が折れてしまっているそうなんですね。で、やっぱりそれはちょっと良くないなと思ったので、今日はね、まあ子供向けに今からね、お話をしていきたいと思います。でどんな感じかというとですね、まあ、今本当にね、大変な状態だと思います。例えば学校行くのにやっぱマスクもしないといけないです。あと、部活ですよね。部活の大会とかもね、もう急になくなってしまったりとか、一人でもなんかコロナの感染者が出たらね、もう途中でね、なんか辞退しないといけないとかね、せっかく頑張って練習してきたのにね、最後まで部活で戦えないってで、涙を流した子たちも本当に多いと思います。あとはね、修学旅行とか野外学習、こういったものもね、まあ、緊急事態宣言が出たらそのために延期になったりね、中止になったりしてね、楽しみにしてたイベントがなくなってしまうとこもね、本当に多いのではないでしょうか。本当にね、やっぱ、今までこう長いね、まあ、何年か見ていたとしても、僕がね、こういろんな活動してきた中でも、やっぱこれほどね、ストレスの多い時期っていうのはね、ないと思います。で、あとね、もしかしたらですよ、コロナでお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんとかね、まあそういった大切な方をね、亡くしてしまったっていうね、そんな子もいるかもしれません。本当にね、全員が全員ね、辛い状況なのではないでしょうか。僕自身も実はですね、結構コロナでね、いろいろ大変なことというかね、例えば自分は今までずっとね、こう、講演会とかをしていたんですが、もうコロナでね、まあ全部中止になってしまいました。まあ最近少しずつね、まだ戻ってきてはいるんですが、まあそれでも昔と比べたら全然数は少なかったりですね。あと、本もね、ちょうど2020年の3月にこうね、本を出したんですけど、その時がね、ちょうど緊急事態宣言で、本屋さんが休みになっているみたいな状態だったんですよね。だから本当にね、僕自身もね、いろいろ大変な時期をね、過ごしました。なので、もしかしたらね、この動画を見てるね、子供たち自身も今本当にね、辛い状況かなと思うんですが、二つね、確かなことがあります。まず一つ目は、いつかコロナは終わるということですね。やっぱりどれだけ辛くても、やっぱり必ず終わりは来ますっていうのも、大昔ね、コレラという感染症がね、流行ったことがあります。これもしかしたら歴史の教科書とかでね、習ったことかもしれません。で、そのコレラってでも本当に昔は恐れられていて、もうこれかかったら死ぬんじゃないかってね、まあ実際日本でもたくさんの方が亡くなっているので、もう本当にね、かかったら終わりみたいなね、すごくね、危険なね、感染症としてね、扱われていたんですよね。ただ今どうかっていうと、確か今でもアフリカとかでね、一部そのコレラがね、流行ったりして何人かね、何人かとか、まあ何千人っていう方がね、亡くなられたりすることは確かにあります。ただ、この日本をね、ちょっと見渡してみてください。コレラって言葉なんてほとんど聞かないですよね。もちろん一部ね、まだかかってる方もいらっしゃいます。いらっしゃるんですが、やっぱ数としてはかなり少ないんですよね。つまり僕ら人間というのは、やっぱりどれだけ辛いことがあっても、必ずね、乗り越えていきます。これがね、僕ら人間なんですよね。で、もう一つ確かなことがあります。これ何かというと、今この瞬間はどれだけ嘆いても二度と戻ってこないということです。例えばじゃあ、コロナでね、授業がオンラインになったりもしていると思います。で、そうするとね、もうオンラインなんか受けたくないよ、やっぱ友達と会いたいよって思ってね、もう授業をね、放棄してしまうことももしかしたらいるかもしれません。確かにね、その気持ちわかります。で、わかるんですが、目の前にある定期テストとかね、受験の日が変わるってことは絶対ないんですね。で、もしかしたらね、コロナがこう3年間ね、続いてしまうかもしれません。中学1年生に入った時からね、コロナだったらもう3年間ずーっとコロナでマスク生活って可能性もね、もしかしたらあるかもしれません。でね、わ、最悪だったと思って、文句を言ったとしてもね、もう一回中学校生活をやり直せるってことはないんですよ。だから、今ね、今一緒にいる友達たちとはやっぱりね、もうコロナの中でこうね、付き合っていくってことしかないんですよね。そんなので今言ったね、2つですよね。コロナは絶対終わるってことももちろんあるんですが、やっぱり今の時間を戻ってこないっていうのも、これは一つ事実だなと思います。
でね、こんな辛い時期だとね、やっぱりね、なんかもう やりたくないなとか、もう全部を投げ出したくなってしまう子もね、多いと思うんですが、そんな子たちにね、一つね、僕からね、伝えたいお話があります。これ何かというと、僕のね、好きな本でね、7つの習慣という本があるんですね。で、この7つの習慣という本の中に、ビクター・フランクルさんという方のね、お話が書いてあります。このね、お話がすごくね、なんか今のコロナの状況に似てるんですよね。なので、これぜひね、ちょっと聞いていただきたいなと思います。これ何かというと、第二次世界大戦、これね、社会の授業で多分習ったと思います。あの戦争ですよね。この第二次世界大戦の時に、このビクター・フランクルさんという方は、自分の親、兄弟、あとね、妻、まあ自分の奥さんですよね、を亡くしてしまったそうです。確か妹以外の方をね、もう全部、なんか、亡くしてしまったそうなんですよね。で、自分自身もまあ捕まって拷問を受けてですね、本当に地獄のようなね、日々をね、過ごしていたそうです。もうこれだけね、考えてみても分かると思うんですが、今のコロナよりもやっぱひどい状態ですよね。ビクター・フランクルさんという方はそういったね、状況にいました。で、普通だったらですよ、もうここまで来ても家族もみんな亡くして、でしかも毎日拷問を受けてね、辛い状態になったら、もう死にたいなって多分思うと思うんですよ。でも、このビクター・フランクルさんはね、そうは思わずにね、どれだけ辛い目にあったとしてもね、絶対希望を捨てなかったそうなんですね。うん、絶対いつかこのね、辛い状況は必ず終わるっていうふうに信じて、うん、過ごしていたそうです。で、どうしたらじゃあその状態を乗り越えられたかというと、もう彼はですね、その、辛い状態が終わった後の楽しい姿をひたすらイメージして過ごしたそうなんですね。どんな感じかというと、まあ、自分がこの、ね、状況を乗り越えて、この辛かったことを、ね、教訓に、大学生のたくさんの大学生の前で自分が講義をしている姿をこうイメージしながらずっと過ごしていったそうなんですね。でそしたらなんとやっぱこの第二次世界大戦がちゃんと終わって、本当にその、ね、辛い拷問の状態を脱出することが、できたそうです。なのでね、ぜひこの動画を見てるね、子供たちもね、今のこと同じことやってほしいんですよね。うん、今本当に辛くて楽しくなくてね、うん、なんかね、やらなと思ってるかもしれないんですが、まあ、いつかコロナは終わるって話をしましたよね。なのでその終わった姿をぜひイメージして毎日を過ごしてください。例えばですよ、じゃあ今、中学じゃ3年生だとします。で、まもなくね、受験があるとします。そしたら受験が終わる。受験が終わった頃にはきっとコロナが終わって、楽しい高校生活を送れてるな、みたいな姿をイメージしてほしいんです。うん、みんなと一緒にね、昔みたいにこう好きなね、部活とか野球とかサッカーとかこうやったりとか、あとはね、学校のね、帰りにみんなでなんかね、コンビニとか寄ってね、ちょっと喋りながらね、こうワイワイ楽しむとか、うん、女の子だったらね、なんか高校のね、可愛いね、なんかスカートとかね、なんかこうブレザーとか着て楽しく高校に通ってる姿とこうイメージしながら頑張ってほしいんですよね。うん、そういう姿を毎日イメージしてこう過ごすだけでも、本当にこの辛い状態がね、少しでもね、気持ちって楽になると思うので、ぜひね、そんな感じでね、うん、毎日ね、辛い日々を、辛いとは思うんですが、必ずね、コロナ収まるというふうに思ってね、ぜひ頑張ってね、過ごしてみてください。はい、ということでね、今日はちょっとね、少しだけ趣旨を変えてですね、僕からね、子供たちにね、伝えたいメッセージということでね、お話をしました。まあ、ほとんどはね、多分ね、お父さんお母さんたちがね、多分動画見てくださっていると思うので、ぜひね、今日お伝えしたようなね、まあ、一言で言うと、コロナはいつか終わるから、それに向かって頑張っていこうねっていう部分ですよね。うん、あとは、まあ、本当にね、この時間はね、帰ってこないから今辛いけど、今の、このね、限られた中でもできること頑張っていこうねって、この2つですよね。これをぜひね、お父さんお母さんたちの言葉でね、子供たちにね、伝えていただければと思います。で、まあ、それがね、ちょっとね、難しいよと思ったらね、まあ、この動画をね、子供たちに伝えて、うん、で、一緒にね、親子でね、またみんなで頑張ってね、この状態をね、乗り越えていければ、いいかなと思います。